はーい、どもれいです。皆さん、こんにちは。今日は 8.5 周年の、フェスゲンキャラの方が、情報解禁されましたので、ちょっとね、評価しつつ見ていこうかなと思っております。で、まぁ、今回のその 8.5 周年のまぁ、フェスゲンのキャラなんですけど、キンエモン&デンジロー&アシュラ&犬嵐っていう、&多すぎだろって思ったんですけど、いや、4体キャラですね。うん、まあ入れ替えとかはないんですけど、4人のイラストが載っているっていう感じですかね。まあなので前の戦国みたいな感じになってますかね。まあ戦国の後ろに青キジとかヒザルとか、まあ赤犬がいたみたいな感じのイラストだったんですけど、まあそれが今回は、キンエモン&デンジロー&アシュラ&犬嵐という感じになっております。で、まあこれが前編ということで、後編にもキャラがいますよという感じになってますので、まあ前編だけで、ね、引きすぎないように気をつけてくださいということでね、まあ性能の方出ていますので見ていこうかなと思っております。またこれね、やっていきましょう。はい、ということで見ていくんですけど、まず属性の方が、力属性という感じになっております。で、タイプの方が斬撃と銃タイプになってますかね。で、続いて必殺技なんですけど、敵全体にかかっているダメージ無効状態を5ターン減らし、一味のお邪魔ソフトを含む全てのソフトを自ソフトに変換し、2ターンの間、力属性、斬撃、自由タイプキャラの攻撃を3倍。このターン、送電、おでん二刀流、桃源突火、またはおでん二刀流、桃源突火、を使用している場合、全ての防御効果、防御力、通常攻撃以外のダメージを1にする効果を無視して敵全体に100万ダメージを与え、一味にかかっている攻撃上昇効果とスロット影響増大効果をさらにプラス 0.25 上昇させ、一味にかかっている攻撃上昇スロット影響増大効果を一旦延長する。この効果はこの必殺技の攻撃上昇にも影響するという感じになってますかね。なるほど、なるほどですよ、これは。うん、なるほどですね。強いね。いや、めちゃくちゃ長い文章ではあったんですけど、よくよく見るとしっかり強い効果になってますかね。まずまずダメージ無効状態を5ターン減らすっていう、まあこのダメージ無効状態を、まあのギミックをね、減らすっていうキャラはなかなかいないですし、まあいたとしても1ターンとか多くて2ターンぐらいだったんですけど、まあそれが5ターンという感じになってますかね。まあでもやっぱダメージ無効っていろんなとこで使えるかって言われるとそこまで使えないんですよ。うん。まあなかなかギミックとかでダメージ無効みたいなギミックってないんですよね。まあなので、まあ今後は出てくるのかなと。うん。今後はやっぱこの新キャラでね、ダメージ無効5ターンっていうのが出てますので、まあ多分今後のイベントとかのギミックとかでダメージ無効のギミックは来るとは思うんですけど、なかなか使い道はないのかなというところではありますかね。まあでもやっぱ5ターン減らせるっていうのはでかいかなと。まあ、あと一味のお邪魔ソフトを含むすべてのスロットを実ソフトに変換できる。これも、かなりありがたい効果になってますかね。まあ、なんだかんだ言ってお邪魔ソフトを含むすべてのスロットを実ソフトにできるっていうキャラはね、めちゃくちゃ使えますので。うん。これはなかなかありがたいですね。で、あと2ターン台で力属性、斬撃、自由タイプキャラの攻撃が3倍。まあ、かなり高めの数値になってますかね。うん。なかなか3倍までいく、効果っていうのは少ないので、それこそ8周年とかね、8周年のキャラとかでしかいないので、まあ、なかなかこの3倍っていうのは、強いんじゃないかなと。うん、かなり高めですかね。で、あとは、この、今回のこっちのキャラが、おでん二刀流、草原、おでん二刀流、桃源突火っていう、まあ、必殺技なんですけど、まあ、自分の予想なんですけど、後編は、まあ、今ね、デンジロー、キンエモン、あと、アシュラ、犬嵐っていう感じで来てるじゃないですか。後編では、あの、猫マムシとかね、イゾウとか、菊之丞とか、まあ、あとは、あと誰かいたっけ猫虫いった猫虫いったっけまあここら辺のね、まだ出てないキャラたちが、ラインナップされて、まあそいつの必殺技がおでん二刀流桃源突火なのかなっていう予想なんですよ。うん。
いやでもおでにとり桃源とつか、いや違う、これもともとあるのかな、これがちょっと微妙ですよね。これ今まで出てきたおでんの必殺技なのかっていうのは、まあ、ちょっと微妙なところなんですけど、力属性のおでんとかそういう技でしたっけとか、あとは、心属性にもおでんいるんですけど、まあ、その2体のキャラが、まあ、おでん二刀流桃源とつかなのであれば、まあそれを使うっていう感じなのかな。 なので後編はまた別の違うキャラになる可能性はあるんですけど、まあそこがちょっと微妙な、うん、ところではあるんですけど、まあそれを使用していた場合、まあこのね、通常攻撃以外のダメージを1にする効果、これが結構厄介なんですね、ギミックとして。うん、まあなのでターン終了時にね、何百倍のダメージを与えるっていう効果も全部1にされてしまいますので、周回とかで結構邪魔くさいんですよね。まあそういう時には結構こういう、それも無視して100万ダメージ与えれるのはかなり周回しやすいんじゃないかなというところで、まあかなり便利かなという感じですかね。まああとはスロット影響増大効果とか攻撃上昇効果をプラス 0.25 できたりだとか、一旦延長できたりっていう効果もありますので、まあかなりね、数値としても高くなりますし、うん、延長できるっていうのもかなりありがたいかなという感じになっております。まあ続いて戦長効果の方なんですけど、冒険開始時斬撃タイプキャラの膝ターンを2ターン短縮、斬撃タイプキャラの体力を 1.25 倍、攻撃を、通常時5倍、スロット1時 5.25 倍にし、同タイプキャラは肉連スロットも有利スロット扱いになり、一味は攻撃ダウン状態を10ターン回復。このキャラがワスロットの状態でタップした時、1ターンの間敵全体の斬撃タイプ耐性を 10% 下げるという感じの効果になっております。まあシンプルにね、まあ攻撃の数値なんですけど、倍率がまあ 5.25 倍ということで、スロット1時はまあなのでかなりまあ高めの数値になっていますし、まあなんといってもここですよね、攻撃ダウン状態を10ターン回復、これがめちゃくちゃありがたいですよね。うん、まあやっぱ戦長効果の方でギミックを一つでも剥がせるっていうのはかなり便利ですし、初心者にはめちゃくちゃおすすめかなと。しかもこの攻撃ダウンっていうのはなかなかいないんですよね。うん、最近はそのしびれとか戦長効果無効だったり、まああと封じとか必殺技封じとかの、まあ、10ターン回復の戦長効果を持ってるキャラっていうのはそこそこいるんですけど、攻撃ダウンは今のところ自分が持ってる中ではフランキー将軍とか他いたかな、うん、っていう感じでなかなかいないんですよね、攻撃ダウンを10ターン回復できるキャラっていうのは。まあなのでかなりレアかなと、うん、貴重なものにはなってますかね。まあ、あとこのキャラがワスロットの状態でタップした時、耐性を 10% 下げるという感じにもなってますので、まあそうですね、うまくやっていけば、どのキャラも、まあ、耐性を下げることができるという感じになってますかね。うん、まあなのでかなりありがたい戦長効果には、まあ、なっているのかなという感じになっております。でまあ繊維効果が自分以外の斬撃タイプキャラが必殺技使用時、自分の必殺ターンを2ターン短縮されるっていうのと、まあ斬撃タイプキャラの基礎ステータスがプラス150されるという感じになっております。でまあサポート効果の方なんですけど、冒険中1回限り敵から攻撃ダウン状態を受けた時、次の一味の行動時にサポート対象キャラの膝ターンを1ターン短縮し、一味にかかっている攻撃ダウン状態を2ターン回復するという感じの効果になっているんですけど、まあサポート効果で攻撃ダウンを、まあ、2ターン回復っていうのはかなり優秀ですし、うん、なかなかいないんですよね。まあ1ターンは結構いるんですけど、2ターンっていうのはなかなかいないので、うん、かなりこれも優秀かなと。しかも膝短縮もしてくれるので、うん、使い方をうまくやれば、うまく使えれば、まあ、かなりギミック剥がしにも、向いていますし、まあ、かなりありがたい効果にはなってそうですかね。でまあタイプ超過の方なんですけど、敵全体にキャラの攻撃100倍の無属性ダメージを与え、上段と下段のスロットをワスロットに変換、中段スロットを連スロットに変換し、斬撃タイプは超斬撃タイプにタイプ超過されるという感じになってますかね。うん、まあこれも普通に、味方のスロットをね変換できるっていう効果になってますので、スロット変換とかの、まあ、そういうギミックとかにはめちゃくちゃ対応できそうな感じのキャラになってそうですよね。うん、
それこそワスロットになっていればお邪魔スロットとか、まあ、爆弾スロット変換とか、まあ、そういうのを全部打ち消すこともできますので、やっぱワスロットめちゃくちゃありがたいですよね。なおかつ連スロット変換もついていますので、まあ、超連携のキャラとかと一緒に入れておくと、まあ、超連携発動条件にも、まあ、適されるようになるという感じですかね。うん、まあ、かなりありがたいですよね。この超過とか、まあ、あと必殺とかでスロットを変換できるっていうのはめちゃくちゃありがたいので、しかもワスロットに変換できるのでね、めちゃくちゃ嬉しいですね。しかもこのワスロットに変換しつつ、まあ、戦長効果の方でね、ワスロットにしていれば、耐性を 10% 下げるっていう効果もありますので、うまく組み合わせればね、耐性も下げつつワスロットにできるっていう感じになってますので、めちゃくちゃ、使いやすそうな感じの、効果にはなってそうですね。で、まあ、続いてラストタップなんですけど、自分のスロットをワスロットに変換し、このターンに地震以外の斬撃タイプキャラが通常攻撃で与えたダメージを 1.0 倍を、最終ダメージの合計値に加算するという感じの効果になってますかね。まあ、これなんですけど、まあ、このラストアップの効果、まあ、何かに似てるんじゃないかと思った方いると思うんですけど、まあ、ルフィ&麦わら一味のね、まあ、キャラがいるんですけど、まあ、そのキャラがラストアップで似たような効果になっているんですけど、まあ、確かルフィの方は一味全員の合計値を加算させるみたいな効果だったかな。まあ、なので、そうですね、まあ、ちょっと落ちてはしまうんですけど、簡易互換にはなってしまうんですが、まあ、斬撃タイプのみということになってますので、まあ、でもパーティーに、まあ、その編成にね、しっかり斬撃タイプキャラを入れておけば、まあ、問題なく 1.0 倍の、まあ、最終ダメージの、ね、合計値に加算させることもできますので、まあ、かなりありがたい効果にはなってますよね。まあ、それこそルフィ&メガネチミとなんか合わせづらいよっていう時にはね、このデンジロー&キンヤモ&イヌアラシ&アシュラをね、使えば、まあ、いいわけですし、まあ、使い分けをすると、まあ、使いやすいのかなという感じにはなってそうですよね。まあ、なんでやっぱこのラストアップを使って火力増し増しにしたいっていう方は、しっかりね、斬撃タイプキャラと組み合わせて使っていただくと、まあ、超ボス、まあ、絆結成の超ボスとかでも、まあ、活躍してくれるのではないかなと思っております。はい、ということで、ね、海賊祭の方を見ていくんですけど、皆さんお気づきでしょうか。この GP 性能っていうのがね、追加されてるんですよ。まあ、一応見た感じですけど、 GP 性能のね、詳細は載っていないんですが、まあ初の多分 GP 性能のキャラなのかな。他にも、まあ、その何、グランドパーティーが開催されてからこの GP 性能が誰につくっていうのが決まってくるのか、まあ、今後出てくるキャラしか GP 性能がついていかないのかっていうのはちょっと分かってはいないんですけど、まあ、一応このね、まあ、キンエモ&デンジロー&アシュラ&イヌアラシには GP 性能がついているということで、まあ、グランドパーティーとかでね、活躍してくれるんじゃないかなという感じになっております。で、まあ、必殺技が残り体力の多い敵2体の防御ダウン、レベル5、敵1体に攻撃2.5 倍のダメージを4回行い、一味に光月おでんがいるとき、斬撃タイプの仲間の攻撃アップレベル5、防御アップレベル5という感じになっております。まあ、普通に単純にこの 2.5 倍のダメージを4回行うっていうのはめちゃくちゃえげつないですし、一手をとりあえず倒すっていう時にはめちゃくちゃありがたいですし、まあ、防御ダウンもできつつの、まあ、一味に光月おでんがいれば斬撃タイプキャラのね、攻撃アップとか防御アップもしてくれますので、まあ、しっかりそのおでんとね、一緒に組み合わせると、まあ、いいのかなという感じになってますかね。なおかつ斬撃タイプの、まあ、仲間と組み合わせると、バフをかけてくれますよという感じになっております。で、まあ、能力の方なんですけど、斬撃タイプの、体力アップレベル6、攻撃アップレベル6という感じになってますので、まあ、こちらもね、斬撃タイプキャラと組み合わせると、まあ、しっかりね、エンハンスをかけてくれますので、まあ、できる限り斬撃タイプと組み合わせるといいのかなという感じになっております。
はい、ということで今回は金右衛門&伝じろう&アシラ&犬嵐の方を、見ていったわけなんですけど、まあ、かなり優秀な、まあ、効果たくさんあったんじゃないかなという感じになってますかね。うん、まあ普通に倍率の高いエンハンスに、まあ、お邪魔ソットを含むすべてのソットを次ソットに変換できたりだとか、まあ、あと攻撃上昇とか、まあ、スロット影響上昇を、の倍率をねプラスしてくれたり延長できたりっていう効果もありますので、まあ、初心者の方とかにも、おすすめできますし、まあ、火力不足の方にもおすすめできますし、うん、でまあ戦長効果の方では攻撃ダウン状態を10段回復とかっていう、まあ、かなり優秀な効果もありますし、まあ、あとその耐性下げっていうのもありますので、まあ、かなり一体で完結してくれそうなね効果がありますので、うん、まああとはそうですね、スロット影響増大効果上げたりだとか属性相性上げたりっていうだけでも十分使っていけるんじゃないかなというところで、まあぜひともゲットしてほしいですし、まあ海賊祭の方でもね、まあそこそこ優秀な効果にもなっていましたので、まあ海賊祭でも使っていただけたらいいのかなと。で最後にね一つだけ、まあ伝えたいことがあるんですけど、まあ必殺技の方でね、このおでん二刀流桃源突火ということで、これ誰の必殺技なのかっていうのが、まあそのさっき話してる最中で、まあ、疑問になったと思うんですけど、まあこちらが力属性のおでん、まあ超進化おでんですね。まああのキャラが、全く同じね、必殺技の名前でしたので、まああのキャラと組み合わせるといいのかなと。まあ力属性同士なのでね相性もいいと思いますので、まあ、一緒に入れつつね、やっていただけたらいいのかなと。しかもあのおでんスロット影響増大効果を上げてくれるはずですので、攻撃上昇そしてスロット影響増大効果上げつつ、まああのキャラはスロットにもできたりっていう、まあ、効果を持っていますので、めちゃくちゃ相性が良くなるんじゃないかなと思っております。まあ、なのでぜひともね力属性おでんも持ってるよって方は一緒に、編成に加えていただけたらいいかなと思っております。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。